も行ってみますか。月出の中央構造線、この上な、なんか長い林道ずっと続いてたと思うんでね、そこ一回行ってみますわ。中央構造線ってみんな知ってる？わいもあんまり知らんねんけどね、なんか日本列島の背骨のような感じみたいですわ。それが露出してね、見えてるらしいですわ。2箇所ほどその見えてる箇所あるんですけどね、こっちから行ったら1箇所目あるんですよ。でだいぶ林道を通って離れたところにもう1箇所あるんですわ。そこまでね、ちょっと行ってみようかなと思ってます。おー、ここは何や、飯高北奥線かい。あー、これはもしかしてあれか、開けて入ったら閉めてよっちゃですか。見えたな。徒歩で900メートル、車で 3.8キロ。徒歩っておまんどうよ、ここ車で、あ、スリップ中、え、行ってあかんって書いてないでな。900メートル行こうか。あ、ここやな。天然記念物やて。これが月出の中央構造線。おお、関東から九州まで1000キロも続く我が国第一級の大断層です。おお、なるほど、すごいな。どうよ、あの露出してる黒いやつなんかな。この上にもあるけど、これなんかな。これが九州まで続いてる、まあ日本の背骨みたいなもんやな。え？おお。
なんで石積んじゃうんやろな。え、見に行けやんじゃな。立ち入り禁止かい。ちょっとラーメン食うかい。あそこで うまい。ここへ着いたんか。じゃあこれをや。わお、こっちへ行かなあかんやろ。ここやな。こっちをずっと行ったらもう一個の中央構造線の露出したやつがあるんですわ。
席注意っておまんこんなもん注意しててもな。どうよこれ、上から転がってったら終わりやな。おい、うわー、そうか、これですわ。はあ、ここが中央構造線ちゅうことは、あそこからずっとこれやな。これは何よ、この道路は行き止まりです。あ、わい、行き止まり好きやけど、まあやめとこうか。これまたこっち抜けて出れんのかな。まあ降りてみようか。中央構造線も見たし、は道乗ってないけど、おー、えらい続いてるな。おい、あれ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 、なんと、まあこれどこへ続いてんのよ。とまあやけど、これ上からどてない転がってってるな。おい、え、あれあれ、あ、え、もしかして、これもしかして、え、道ないん、マジかい、ここまで来たのに、え、ないんやったら、ないって書いといてよ。そんなもん、ま、一個も書いてくれてない酒屋、お前下まで続いてんのかなと思ったじゃん。え、戻らなあかんのかい、マジか。最悪。